どうもこんにちは、ファミコンエミュレーターを作るの続きを決めていこうと思います。今日はここの写経と、前回続きなんですけど、ここの写経とここの写経が終わるとキャラロムの中身がね出るようになるらしいので、まあこう一個だけね出るって状況にはできると思うんで、なんとかねここまで行きたいなというところです。で、この記事だとパックマンを使ってるんですけど、私パックマン持っていないので、スーパーマリオブラザーズの1ですね、このロムを吸い出して使います。で、吸い出しはもうすでに終わっているので、それを使っていこうと思います。で、吸い出してる様子は別途ね撮ってきたので、この動画の最後にでもねつけておきたいと思います。はい。で、これ SD カードにね勝手に入るんですけど、 NES のところにロムっていうのがあって、で、スーパーマリオブロスですね、ファミリーピンボールとファイナルファンタジー3はね試しにやってみたってやつだって、まあ無視で。はい。で、ここに、NES.NES ファイルがあるんで、こいつをね、使えればいい、こいつを持っていけばいいんだと思われるので、持っていってしまいましょう。あれ、どこだ？こいつをコピーして、で、ロムに貼り付けると。あ、こうか。はい。ロムに置いとくということで、まあいいか、名前はそのままにしておきましょう。はい。これは絶対にコミットしちゃいけないやつなんで大変に気をつけます。はい。ということで、続きですねやっていこうと思います。で、パレットが必要なんで、パレットをね作ります。パレットというファイルじゃねえ、パレットというファイルを、パレットあれですかな、合ってる、パレッテ合ってるね。はい。パレットアレスを作って、パレットはこれなんで、こいつを持っていきます。はい。こんだけですね。はい。で、パレットはこっちに書いておかなきゃいけないんで、元のパレットをつけておくということで、フレームからパレット使えるようになるので、こいつを使っていきましょう。はい。で、ここからかな。はい。で、マッチのバリューをすると、バリューは、2つのビットをくっつけたものになるんで、0から3になるんですね。で、一旦はここで、システムパレットの 0x01。まあ、適当ですね。これ多分、パックマンの色に合わせて、やってるんで、なんかそれっぽくよく見えるやつだから、まあマリオだとこれだとあんま良くないかもしれないんですけど、どう出るかわからないので一旦同じでいきます。はい。まあ出りゃいいんでね、システムパレットの 0x の23を使うよと。はい。で、1と2と3と2と3とそれ以外は来るはずはないんですが、つけておかないと怒られるはずですね、これ確かね。パスがないんで、can't be と、来るわけはないということにしとくと。27と30番を使うということになるみたいですね。はい。で、最後に、これで4のマッチの後ろにこう来ると。はい。で、4の中か、これは。4の中でフレームを、フレームのセットピクセルで、X と Y に対して RGB を入れてねと。で、最後にフレームを返してねということをやると。はい。あ、OKOK。これでいいですね。あ、ちょっと見にくかった。はい。ということで、これで、フレームに対してピクセルがバサッと入る形になるという形ですね。はい。そしたら、続きですね。今のところ、カラーインデックスをランダムに解釈しています。各インデックス値に対してシステムパレットから4つのランダムな色を選択するだけで、どのように見えるかを確認できますということなんで、まあ、ここの話ですね。まあ、適当にやってるよと。で、すべてをメインループにまとめると次のようになりますということで、メインループは今、
あのスネークゲームが動くんですけど、スネークゲームではなくて、あ、パレットしちゃった。今回の、フレームを動かしたいので、ここを変えていこうということですね。どうしようかな。initSDL があるから、ロードロム、キャンバスやって、CPU のコールバック、CPU を作っているところはここで、ロムはここでテストロムを呼んじゃってるので、どうしようか。どうしようか。まあまあ大きく書き換えるか。はい。マリオにして、ロムのマリオを読むようにしましょうか。はい。マリオロムか。はい。マリオロムということにしましょう。はい。で、マリオロムを読む形にしますと。あ、マリオロムはインポートしなきゃいけないからね。はい。で、これでロムはマリオを読むようになったはずですが、ロムニューバイツアンラップ。多分大丈夫だと思うんだけど。はい。ロムをもらってきて、で、こっからか。はい。ロムをもらってきて CPU リセットして、ここの CPU のランなんちゃらからいらないかな。スクリーンステートも別にいらない気がするんだよな。ちょっとこの辺から消しておくというか、フレームアウトというか、コメントアウトをしておいて、ここで、プットキャラロムということでやってみましょうか。はい。レッドね、タイルフレームというのをもらいますよと、ショウタイル、あれ、ショウタイルはフレームにあったんだっけ。あ、ショウタイルあるから、これパブですね。はい。ショウタイルを呼び出すと。で、ここにキャラロムを渡さなきゃいけないんで、ロムのキャラロム、キャラロムですね、を渡しますよ。で、これがアンドがいるんだ。はい。で、バンクが1で、タイルが0というのを出したいですということですね。で、テクスチャーのアップデートで、レクトがノンで、アンドのタイル、タイルフレームのデータを渡す。で、ピッチが 256×3 らしいです。はい。で、アンラップをやると。で、キャンバスコピーとかなんか下になかった？あ、これでしょ。はい。キャンバスコピーして、キャンバスのプリセットをするというのをやりつつ、はい。あとはいっか。ループをして、4のイベントイン、イベントパンプのポールイテレーター。キー入力を待つやつですね。で、イベントがありつつ、イベントがありつつ、カッコはいらないんで、消しつつですね。はい。イベントの、あ、これなんか見たぞ、どっかで。クイットで中身なんでもいいやつか、イベントのキーダウンで、キーコードだけですね。おっと、これ邪魔だったね。キーコードが、サムのキーコードのエスケープだったらと、他は何でもいいよ。であれば、STD のプロセスのエクジットをしてねと。
って0でエクジットすればいいよと。でそれ以外だったら何もしないと、はい、いうことです。キーコードは小文字、はい、 OK かな。あとここが起こってんな、ロムが、あ、ロムここで渡しちゃってっからか。どうしようか。そしたら CPU がなくなっちゃうんですけど、これで大丈夫かな。はい、ここで所有権がバスに行っちゃうんで、これをやるとダメってことですね。はい、まあおそらくこれでいいんではないかと思われるので、まあやってみましょうか。これはうまく出てくれ。エラーが出た。あ、違う違う、ワーニングか。NES2.0 フォーマット is not supported。 あら、そういうことかマジか、 NES2.0 なんだ。なるほどね困ったな。そうか、参りましたと。こいつ NES2.0 だったんで、ちょっと待ってくれと。おー、マジか、そういうことあるか。じゃあ NES1.0 で読む方法別にある気がするんで、ちょっと置いておいてというか、このなんだっけ、アルターエゴっていうのをちょっと使ってみますか。しょうがない。アルターエゴっていうやつね。はい、アルターエゴは、あ、これだ。アルターエゴというやつを、ダウンロードしましょう。これでいいのかな。あ、来た来た来た。はい、でアルターエゴを開きつつ、アルターエゴの、これか、ネス、これですね。はい、いやー、そんなこともあるんだな。アルターエゴを持ってきて、いやー、それは盲点だったわ。そうか、マリオロムは読んでる、あ、読んでる、これか。パブの FN のアルターエゴ、まあこれ関数化する必要ないっちゃないから、単純にロードロムを外部公開してしまえばいいんですが、アルターエゴね、はい、はい、アルターエゴに変えましょう。しょうがないんで、はい、アルターエゴを読むように変えましたと。はい、これで、ああ、出た出た、な、出たけど何かわからないな、これは。はい、何かわからないのが出ましたということなんで、試しにちょこっと探索してみますか。ここを変えれば別のが出るはずなんで、1とかにしてやってみる。あ、出た出た、なんか出ましたね。うん、2にすれば2が出る。うんうんうん、3にすれば3が出るという感じですね。あ、うん、なんかそれなりの何かが出ているというような感じで、一応まあエラーも出てないしね。なんかザこれだっていうのがね、アルターエゴの中身が分かんないから何とも言えないんですけど、マリオの頭とかがね出たら一発なんですけど、分からないですね。ちょっと10くらいまで似たのばっかだな。255まであるはずなんで、100とかやってみるか。わかんないね。130とかね。はい。あ、まあ似たようなのばっかりしか出ないから、まあしょうがないね。はい。まあこんな感じで、とりあえずね、キャラロムのプットができるようになったので、マリオブラザーズを使いたいのでね、マリオブラザーズをなんとか使う手立てを見つけてきたいんですけど、あたたたたたた。ちょっとそれは置いといて、
次回はね、この続きがまだあると思うので、はい、静的画像のレンダリングってことでね、あるので、まあ、ここの続きをねやっていこうと思います。ということで今回は以上。次回お楽しみに。チャンネル登録高評価お願いします。では、はい、ロム吸い出し機でロムをね、マリオのロムを吸い出していこうと思います。これが作ったロム吸い出し機なんですけど、このね、白いこの部品というか筐体というかだけは 3D プリンター必要なんで、 3D プリンターがないと作るのは結構辛いかもしれないです。それ以外はアリエクスプレスでね全部買ったものですね。今後作りたいという方向けにアドバイスをしておくと、ここのね、なんて言うんだろう、これ虫ピンというかこのピンをいっぱい使うんですけど、中でちょっと見えないかな、このピンをねいっぱい使うんですけど、ピンを何かけ何を何個買いなさいみたいなのがね細かく出てるんで、それをね買い忘れたというか買い渋ったというかしたんですけど、結局は手に入れるのはすごい大変だったんで、ちゃんとね部品は全部日本でも買えるものもいくつかあるんですけど、全部揃えて買っちゃった方が楽です、はい、っていうアドバイスをしつつやっていこうと思います。で、これはねここの端子のところはこのエレクトリロニッククリーナーってやつで一旦クリーニングしてます。じゃないとここのね差し込み口が壊れちゃうことがあるらしいんで、これ必須みたいです。でこれはファミコンとね、まあ、未完成っていうか半完成みたいなもんで、ここにNESとこっちにメガドライブかなとマスターシステムとかなんか付けれるんですけど、どうせ使わないと思って端子すら買ってません。だからこれはファミコンとスーパーファミコンとニンテンドー64と、あとここでゲームボーイが読めるんで、ゲームボーイ、ゲームボーイアドバンスかな。まあまあ十分だろうということで、いくつかね、部品を抜いて作ったりはしてます。はい。ということでね、NES は、ファミコンはここなんで、ここにね、ザシムと刺しまして、で、ここにね、はい。SD カード差し込み口があるんで、まあこんな感じで。で、もう一個アドバイスあった。ここが、見て大丈夫かな？はい。マイクロ SD の端子なんですけど、マイクロ SD ってなんか脆いらしく、あまり抜き差しすると壊れちゃう。ここが壊れたらもうアウトなんで、なので、こういう磁気でひっつくやつをつけてます。で、こっちが磁気でひっつくやつの、口かな。で、ここでパチコンとやると、電気が入るというやつでね。ポロッと取れば抜けるってやつで、ここのね、強度を気にしなくて済むってやつなんで、なんかこれもおすすめでされてたんで、買いました。これは日本のAmazonかなんかで買ったかな、確か。はい。で、これでパチッとやると、つくというやつですね。で、ここでカチカチといじって、今回はNESなんで、NESと。はい。ってやると、勝手にね、サーチします。この SD カードに事前に、データベースのファイルを入れておかなきゃいけないんですけど、それは、まあ、手順に載ってるんでね。はい。あ、で、スーパーマリオブロスワールドっていうのが出たんで、これで、セレクトかな。ローテッドチェンジはいらないんだな。これで、ワールド。うん、いいはず。これで、パチコンと。やると、カートリッジセッティングが出るんで、これかな。で、リードアイネスロムというのをやればいいはず。はい。で、これで、終わったかな？読み込みが終わったというところなんでしょうかね。あ、来た。はい。あ、終わったみたいです。で、プレスボタンで終わりということで、このロムファイルに、あ、ロムじゃないや、SD カードにね、データが入ってるはずなんで、実際に見てみましょう。ということで、おしまいと。では。